地球が世界一。ライブ来たやついんの？昨日ありがとね、本当に来てくれてありがとう。マジで楽しかったなー。昨日やっぱ結構久々に大箱のライブやったんや。いやお疲れお疲れ。そう、大箱のライブやったけんさ、結構久しぶりやったちけど、やっぱおもれかったなー。気持ちいいね大箱はね。ビュービュービュー。あ、そっか、ペーパービューもあったのか。そっかそっかそっか、ペーパービューあったんか。うん、そっか、ありがとな。ペーパービュー組もそうか、多いか。確かに、俺がペーパービューをしたことないけん、あんまそのイメージなかったな。社長、あ、全然生きてる。てかなんか、そう、俺なんか、こうやっぱ、新鮮やったのが、なんか社長がテキーラを一気した後に、めっちゃ心配されとったっちゃん。なんか、おーと思ってなんか、おーってなったよね。なんか結構、あれ結構エモかったよな。おーみたいな。ずっとああいうことばっかやりよったけ、まさか、あれで心配されると思ってなかったじゃん。そう。あ、そっか。俺の切り抜きとかから知ってくれた人とかも最近多分多いと思うけん、改めて説明するけど、俺らずっとああなんよ。そう。やけん、あ、もう30やけんとかね。あ、もうそんなんなかったな。その考えはなかった。そっか。歳を心配してたのか。なるほどね。おもろ。そっかそっか。確かに。いや、そうやけ、なんか、うわぁ、なんか優しいやつが増えたなぁと思って。そう。裏のブースの方で、裏のブースで最後の方死んでた。いや、そんな俺が一番見とるが。めちゃくちゃ大変だったんだから。裏で。めちゃくちゃ大変やったっちゃけん。マジやばい。あぁ、何しよるっつって。そう。あの、スタイリストさんが、なんかちっちゃい子の服脱がすみたいに脱がしよったよ。楽屋で。ほら、手あげて。ほら、反対も。ゲスト大爆笑と、めっちゃみんないい人たちでよかった。まあ、ストレスでも溜まっとったやろ。まあ、いつも人間だからな。あれをライブでやってしまうっていうのがまだね、社長のダメなところではあるのかもしれんけど。まあ、でもあいつも人間だしな。まあまあ、まあ人間だしなで、片付けれんちゃけどね。あれは、お金払っとう人たちがおるけん。そう。お金払っとう人たちがおるけん。そう、ああいうのは、オフの飲み会でやるべきなんやけど、いや、ちょ、ほんとすまん。すまんな。いろいろあるやろ。あいつも。なんか大変だやろ。ごめんな、ほんとに。申し訳ない。すいません。やっぱ、俺らのチケット代はあげれんな。こういうことが、フラッと起きるからな。フラッと起きるから、やっぱ、チケットの値段は上げれんな。しゃあないな。でも、その、いや、昨日、その、山市でお金払って、俺、社長の熱い話聞きたかったのに、みたいな。あれはちょっとないわ。いや、結構社長楽しみにしてたのに、あれはやっぱ正直ないんじゃないの。だから、やっぱコメントもちらほら届いとった。全部正しい。全部正しいけん、俺は、そう、やっぱこいつらの気持ちにも応えてやらないかんなと思って、昨日、社長ほら、伝説しとって自分でタクシー乗れんかったけん、会場にタクシー呼んで、社長ボーンを放り投げて、タクシーの中に、それでフミヤを、お前絶対についとけよって言って、タクシーの中突っ込んで、で、タクシーのドライバーが、あの、行き先はどこにしましょうかって言われたけん、できるだけ遠くにって言って、まっすぐ走らせてやった。任せろ俺に。やけん。あいつはもう帰ってこれんかもしれん。できるだけ遠くに行ってくださいって言ったけん。見えなくなるまで、そう。見えなくなるまでできるだけ遠くに。で、ブーンって遠くまで消えていったけん。多分大丈夫やん。任せろ。お前たちのその気持ち。俺がしっかりあいつを遠くに放り投げることで解決した。から帰ってこれんかもしれん。でもできるだけ遠くに行ってくれた。ビューって。できるだけ遠くに行ってください。任して。あ、スクランブル交差点おった。ほんとおったんや。あ、グループラインに書いてあったわ。いや、そう。今日目が覚めたらグループラインに、ワンダーさんが渋谷で撮影するかもしれんけん、起きとう人は行ってって言われとって、俺脇に連絡したらもう終わるって言われて。あ、そうなんすね。すいません。一応逃げろしとったらしいね。一番危ないから、あれ。あれほんと危ないから、お酒気をつけてね。え、でもなんか俺、なんか昨日、なんか社長がテキーラ一気してよかったんやなって思ったことが一個だけあって、まあ、何かっていうと、あのなんか、あの高校生の子が社長のあの様子の画像をパッてツイートして、テキーラっていっぱい飲んだら吐かなきゃダメなんだって高校生が言いよって、素晴らしい。素晴らしいと思って。こうやって、こうやって、お前の背中を見て、子供たちが育っていくんや。で、そう。お前の背中や。背中なんやな。と思って、やっぱ。そう。ダメなんだ。そう。いい学びやった。高校生とか、よかった。これで、新刊の、サークルの新刊で死ぬやつが一人減った。あいつの背中は、でけえのかもしれん。でかくてテキーラくせえ。そう。ただではこけない、木本俊之介。死してなお、子供たちの教科書になろうとする男。立派だぞ。いや、教科書には載せんでいい、別に。教科書に載せた方が、あんなんで教科書載せたらさすがに、忖度がやばい。もっと頑張ったやついっぱいおる。でも楽しかったなぁ。普通に、面白かった。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。